始まりました。カンナナフィーバーズネオ MC の DJ 松永です。シャロンパンタのモモです。はい、ちょっと突然なんですけれども、はい、モモさんって何年生まれでしたっけ？私は93年生まれです。はい、自分の生まれた年にこれ流行ってた音楽とか、はい、リリースされた音楽とかって知ってます？私スナックに行くのがすごい好きなんですけど、はい、クラスの夏の日の1993とか入れて、はいはい、あ私の生まれた年の曲ですって1993って声のトーンが松浦あやです、ね、松浦あやです、ま、松浦あやですの時のキーですねで歌ってます鉄板なるほど出ますよ、ね、今回のゲストは、うん、自分たちが生まれた年に関する音楽の話をこう掘り下げてくれるみたいですよ。おじゃあ早速参りましょう。はい、カンナナフィーバーズネオ。On カンナナフィーバーズネオ We go out to discover and introduce you to the next big thing in Japan's music scene.次の時代を切り開く新しい音楽、さあ時代が変わる瞬間を見届けよう。ようこそカンナナフィーバーズネオへ。 WOD の皆さんです。お願いします。お願いします。お願いします。おしゃれですよね。幼馴染というか、そうずっと一緒なんですね。あ、同級生。おしゃれ。ビデオもおしゃれ。え、俺めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこいい。カセットシングル4つ？そうです。4つ？へえ。いいな、4つも出してるんだ。お、すげえ。そうだそうだ。でも3人、3ピースバンドとかってコンパクトでいいですよね。うん、もちろんユニットやっときながら言うのもなんでもないですもっといいですね。そう、なんかでもバンドやるなら3ピースがいいなって思う。ああ、いいですな。すげえところから手が出した今。かっこいいな。かっこいい。今回のゲスト WOD は9月にセカンドフルアルバム1994をリリース。インディーシーンでは高い注目を集め話題の作品となっています。アルバムのその出来上がりの、まあ感想とかってありますか？仕上がりどうですか？どうですか？かっこいい。最高。あ、めちゃくちゃ幸せなことだ。最高。それね。それですよね。それが尽きるからね。どうですか、そのケンさんとしては、はい、アルバムの感想。アルバムの感想、なんやろ、めちゃめちゃポップにできたなと思った。あ、本当ですか。なんかファーストと比べたら、はいはい、まあこれまでやってきたような感じもできたし、はい、新しい何やろ バラードまではいかないけど、はい、ミドルテンポな曲もできたし、そういうのができると思ってなくて WOD で、そうなんですね。うん、だからできてよかったなって、うん、単純に幅意識したんですか？もともといろんな音楽聴くんで、はい、その好きではあるんですけど、はい、その WOD ってバンドでそのどういう風にちゃんと形にすればいいかが今まで分からなくて、はい、ファーストを出してから、はい、ライブとかツアー回ったりする中で、はい、いろいろ学んだというか、はい、でその優しい歌も歌えるようになったんですね。なんか、はい、それは何か成長があったんですか？何かあったんですね。いや、なんか本当にでもそのお客さんの反応とかを見れるような一年やったんで、それまでただ好きで音楽をやってただけで、見に来てくれるお客さんとの
コミュニケーションとか、はい、取り方もよく分かんなかったし、なんかそういういろんな話とかを聞いてるうちに、はい、いろいろできるようになった、優しい気持ちも芽生えてきたなっていう。なるほど、そうなんですね。お客さんに、なんかちょっと一方通行だったのが、あ、じゃあこっちからこうなんか歩みを、そう、なんか自分も見てた側やったなってことを思い出して、あ、なるほどね、憧れてたなっていうこと。はい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 。本吉さんはどうですか、アルバムの仕上がり的には。最高なんですけど、はい、僕、あ、そもそも加入した経緯が、前他のバンドやってたところを2人がたまたま、はい、うん、見てくれて、はい、で誘ってくれたっていう経緯があったんですけど、2018年、そう、去年の夏に加入したんですけど、こんなかっこいいバンドだったら死ぬほど幸せだろうなと思ってたのを誘ってもらえてめちゃめちゃ嬉しくて。へー、そうなんだ。3人で一からね、うん、曲作っていって、その作った曲全部が褒められたアルバムなんで、あ、もうなんか感無量です。素敵。ここからは、今回リリースされたアルバムのタイトル1994にちなみまして、1994年に起きた出来事をちょっと振り返っていきたいと思います。はい、こちらに出ますんで、はい、リレハンメルオリンピック開催したんですね。中井千秋さん、まあ、ですね。え、プレイステーションの発売1994年なんだ。めっちゃ嬉しいな。え、もうちょっと後だと思ってた。確かに、ね、普通にやってました。あ、本当ですか。お兄ちゃんとかもいるんですけど。あ、そうなんですか。ちょっとダヨネのヒットが1994年なの、ね、ちょっとやっぱりヒップホップアーティスト的にはやっぱりそこは外さないですね。流行語 J-POP ってすごいですよ。すごいですよね。 J-POP が流行語なんですね。いや、正直その流行語というよりはなんかもうある言葉、うん、もうなんかジャンルの名前になって、うん、なってますもんね。いや、あと山もいいね。山もいいね。山もいいね。後ろ髪が長い。山もの息子。同級生にいた。小学生でも同級生にいたけど。それはやっぱりメンタルにも刺さる。そうそうそう、音の不協和音が自分の心の不協和音と、そうそうそう、カンナナフィーバーズネオ、カンナナフィーバーズネオをご覧の皆様、こんばんは。ポリシックスの林です。トイス フィーバーズチョイスとは、さまざまなジャンルの人が今最もイケてる、おすすめしたい、大好きなものを紹介するコーナー。
今回は日本のニューウェーブロックバンドの先頭をひた走るポリシックスの林さんによるフィーバーズチョイス。今回僕のフィーバーズチョイスは今おすすめの次世代アーティストです。まず紹介するバンドはイースト OK ラボです。質感は打ち込みっぽいなと思ったんですよね。なんかほんとシーケンスとしてこう生の楽器が組み込まれてる印象があって、ロックバンドっぽさもありながらテクノっぽい感じがあって実に面白いなと思いましたね。で夏、対バンしたんですけど、その音源一体どうやってライブでやってるのかなと思って、そしたら本当音源の世界観がさらにライブで広がってる感じで、完全にコンピューターで計算され尽くした演奏なんだろうなと思ったら、全くそのシーケンサーを使ってないんですよね。生演奏でそれを全部やってるっていうのに驚いて、ピエの人も一緒に後にねこの演奏するぐらいの人と出会ったらビッグなバンドになるんじゃないかなと、唯一無二なねバンドになるんじゃないかなって思いましたね。続いて紹介するバンドはゾンビーチャング。去年12月クリスマスの時にですね対バンしたんですけども、シンセサイザーとベースとドラムの3ピースで、でボーカルのこの声がとにかくいいなと思いましたね。僕がすごい好きなニューウェーブを歌う人の女性の声ぴったりというか、当時のリアルタイムのに活動してたような女性ボーカルの空気感があってね、すごいかっこよかったですね声が。で音源も面白くてね、一体この彼女のルーツは一体どんななってんだろうと思って打ち上げで話聞こうと思ったんですけど、打ち上げは彼女は来なかったですね。続いて紹介するバンドはパソコン音楽クラブ。Spotify でいろいろ新しい音楽を探した時に、まずこうバンド名が気になって、パソコン音楽クラブってなんだっていう、でどんな音楽をやってんだろうと思ってこうクリックしてみたところ、なんとも言えないいびつな、でもなんかこう世界観はシュッとしたような都会的なシティポップさもありつつ、でもなんかこう座りの悪いいい意味でね、そういう違和感を感じてとても面白かったですね。音楽的なこうセオリーみたいなものがどこまで理解してこう作ってるのかなっていうのはものすごく興味が湧きましたね。ということでいかがだったでしょうか。気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。ポリシックスのニューアルバム In The Sync が10月の9日にリリースされます。イエーイ。2年ぶりのアルバムということで、そして、ポリシックスとですね同じメンバーでやっている別バンド The Vocoders というバンドがあるんですけども、なんとそのアルバムも10月の9日にリリースされます。イエーイ。ぜひぜひ合わせてチェックしてください。2枚聞き比べてほしいですね。ぜひぜひよろしくお願いします。それではフィーバーズチョイス、お届けしたのはポリシックスの林博之でした。ありがとうございました。バイス。